FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では、2015年第1回目の来週の戦略についてお話していきたいと思います。画面上に表示されています注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。ということでですね、私が主に取引しております5つの通貨ペアの冷やしチャート、1本のローソク足に1日の値動きを表したチャート画像をご覧いただいております。はい。まあね、年末年始ということもあり、まあ先週はすべての通貨ペアで、まあ、基本的には小動きですけども、やや弱気という見方をしておりました。まあまあ、米ドル円ね、そこまで動かなかったんですけども、ちょっとね、120円台、100後半ぐらいに、ここ1本トレンドラインをもうそろそろ引いてもいいのではないかな。ちょっとね、ここで頭が重たくなっている節があるので、もしかするとまあこの辺りのレンジでの値動きになっていく可能性もあるかなとは思います。ただね、ちょっとドル買いの動きがすごく強いので、まあまあここからまたね、まあ前回高値を目指していく可能性もあることはあります。どちらかといえば予想はちょっと下に見ております。はい、続きましてユーロ円ですね。こちらも、やや脇で小動きっていう予想を先週したと思うんですけども、ちょっとユーロドルが大きく下げたこともあり予想以上に下落しました。なかなかこのチャート画像からは買ってはいきにくいということで、まあ、143円台前半のここですね、このあたりにタッチしてどうかっていうところですね。はい、ただちょっとユーロドルが軟調なので、軸はやっぱり下向きかなといったところです。続きまして、A ポンド円ですね。こちらもやや弱気小動きという予想を確か先週したと思うんですけども、まあね、ポンドドルの方が下げたこともあり、まあ、このような感じで、先週終えました。どうですかね、こちらもなかなか買ってはいきにくい。ただまあ次181円というとね、ここからまだ3円ぐらいあるんですけども、どうでしょうかね。まあでも強気ではちょっといきにくいといったところです。そしてユーロドルですね。はい、まあこちら、先週確かもうここまで来ると心理的節目の 1.20 は試しに行くでしょうということをお話ししたんですけども、まあきっちり割り込みました。はい、まあこちょっと日足で見るとちょっとね、次の節目分かりにくいんで、月足の方で見ますと、これ前回ですね出したのがこの、2012年につけた、ここの下ヒゲの部分ですね、 1.20418 が安値だったんですけども、もうそれは抜けました。そして、その次ですね、2010年かな、 1.18758 というところがあります。ここがね、一応まあ次のあのターゲットとなってくるとこなんですけれども、まあここも試しに行くのではないかなとは思いますね。ただそれがまあ来週なのかどうかというところもありますし、あとですね、もうちょっと長いスパンで見ると、もっともっとね、下の方に行ってもおかしくはないのではないかなと見ております。ちょっとあの2015年ということの為替予想はまた別で動画は上げたいと思っております。はい、で続きましてポンドドルですね。いやなかなかね、まあ暴落と言ってもいいぐらいのこう大陰線です。まあちょっとね、ここしばらく見てもね、一番の下げ幅となっているので、まあこれはもう完全にやっぱり下降トレンドかなと思います。でこちらも日足だけですと分かりにくいので週足を出したんですけども、はい、ちょっとまた新たに、トレンドライン2本水平ライン引いてます。これちょっと左の方もあまりに前なんで切れてしまってるんですけども、まあ、次と言いますとですね、1.51、はい、その次 1.48 半ばなんですけども、ちょっとね、もうこの一応節目のね、1.55 というのをもうはっきり割ってるので、まあ、次この 1.51 もしくは 1.50 という大台というか、まあ心理的な大きな節目も試しに行ってもおかしくはないのかな。こうやってね、週足で見ますとすごい下降トレンドですよね。なかなか買ってはいきにくいかなといったところです。はい。で、来週の重要指標なんですけども、ちょっとあの、上のこれはこちら置いときまして、まずあの、A 中銀政策金利発表。こちらはね、A ポンドの値動きに大きな影響を与えますので、まあ、取引される方はご注意ください。そして1月9日、米雇用統計、月に一度の、まあ、あの、FX トレーダーにとってのお祭りのような、最も重要な指標と言ってもいいものです。ちょっとこちらの値動き、前回の値動きというのは、動画の説明欄に URL を貼っておきますので、よければ見てください。まあ、1円ぐらいね、10分で動くこともありますので、ポジションをお持ちの方は要注意です。逆にね、まあ、ここを狙ってバイナリーオプションとか FX で指標トレードで狙っていくというのも、まあ、一
一つの戦略かなとは思います。はい、まあこういったね、経済指標とか要人発言スケジュールのまとめはこの動画の説明欄に URL 貼っておきますので、よければ参考にしてみてください。でですね、この上ですね、1月7日ごめんなさい、ここ飛ばしかけました。これですね、ちょっと黄色にしてるんですけども、まあいつもはね、あの重要指標に入れないんですけども、前回先月かなの時にちょっと大きく動いたので、もしかすると今回も動くかもしれないということで、まあ一応入れております。はい、でですね、政策金利発表時なんですけども、この A 中銀の方ですね、私のこちらの著書の3章の75ページでも書きましたけども、まあ、発表時にあまり動かなくても、その後ね、要人発言あるいは記者会見で大きく動く可能性がありますので、発表時刻あまり動かなかったとしても、まあそういった記者会見が予定されているときは注意が必要です。発言のね。はい。で、私の来週の戦略なんですけども、基本的にはもう弱気ですね。はい。米ドル円はやや弱気で、それ以外ユーロ円、ポンド円、ユーロドル、ポンドドルは弱気でいきたいと思います。これらの戦略をもとに短期売買をしていきたいと思います。投資に関する最終決定をご自身の判断と自己責任でお願いいたします。はい。ということでね、今回は、週末恒例来週の戦略だったんですけども、これ以外にも FX、バイナリーオプション、システムトレードなどなど、投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして私のブログはこちらの2つありますので、こちらの2つの検索キーワード、もしくは動画、解説欄、説明欄に貼っております URL からご覧になってみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。